石川力之助石川力之助から1915年9月8日は、秋田県潟上市の徳農家、明治から大正期の農業指導者。秋田県種苗交換会の選覚者。生涯を農村の構成、農家の救済、農業の振興のために捧げた。力之助は、毎朝3時に掛け板を打ち鳴らして、村人たちを眠りから起こし、まだ夜が明けきらないうちから農事に専念し、困窮した村の再建に尽くした。こんな逸話が残っている。ある猛吹雪の朝、力之助が、いつものように午前3時に掛け板を鳴らし、雪まみれになって、家に入ると、妻が言った。吹雪の朝に掛け板を打ったところで、誰にも聞こえない。ましてこの寒さでは誰も起きて仕事などしないだろうと。すると、力之助はこう答えたという。そうかもしれないが、この村の人々のためだけに掛け板を鳴らしているのではない。ここから500里離れた九州の人々にも、500年後に生まれる人々にも聞こえるように打っているのだと。出羽国秋田郡、小泉村の奈良州吉春、徳の三男。旧姓は奈良、署名は力之助、賀号は定直と草木谷。石川力之助は、奈良家の分家の生まれ。奈良家の宗家は、金足村の豪農で、邸宅は、秋田県立博物館の付属施設、旧奈良家住宅、として、1965年5月29日に、国の重要文化財に指定されている。奈良家宗家には、江戸時代の文化人である、菅江正美が登留している。石川力之助も、菅江正美が残した文章を収集していた。力之助は、1898年に、自らの蔵書を焼失したことから、郷土の古書を活字にして、残そうと出版を計画。力之助が編集して発行した、秋田の昔には、菅江正美が書き写した、某住山昔物語が転載されている。正美による書写本とはいえ、正美の著作が、活字になったのは、これが最初である。1849年、5歳の頃、祖父喜一郎より文字を習う。1853年、9歳、手習い師匠の神谷與一左衛門につき、習字を学ぶ。北区の会で、すずりにも酒を飲まする寒さかな、力之助という句を作って一座の人を驚かしたという、逸話が残っている。この北区は、寒中のすずり水が凍るのを防ぐため、祖父がすずりに酒を混ぜて炭をするのを知っていたからである。1854年、10歳、林村高岡村の奈良三寺の寺子屋に通った。1855年、11歳、奈良家宗家に2回ばかり来ている、菅江正美の墓を、秋田郡寺内村に詣でて発見。詣でた日が、ちょうど真澄の27回忌の命日あたる7月19日で、その偶然に感激して、嬉しさのあまり、思わず、亡き人を慕う心や通い剣思わず今日の時に、会うとは、の和歌を吟じている。この和歌が力之助の詠歌の最初である。1858年、14歳、道村の奈良家宗家主人の奈良木兵衛に、若勢奉公する。の、打ち手作りは二丁部であることから、若勢2から3人の若勢頭であったと、見直されている。1859年、15歳、この頃より早起きの習慣を養い、生涯午前2時前後の起床をなす。1860年、16歳、秋田三大歌人の一人、秋田城下西禅寺の蓮阿上人につき、和歌を学ぶ。1年半の間に約15000首の和歌の添削を受け、心境を示す。1861年、17歳、蓮阿上人から定直の賀号を授けられる。娘の婿にと見込んでいた、宗家主人の奈良木兵衛は、力之助の歌読みや学問をやめさせようとして、留守中に加工と書物の一切を焼き捨てる。1863年、19歳、自分の意思なく、奈良家宗家の娘、医師の婿として結婚させられる。一説に、宗家の長男、岩次の養弟となる。しかしながら、奈良家の分家法に従って42歳まで働いて、後に12から13丁部の田地をもらった分家では、大したことはない。好きな学問を修め、華道を極めたいと考え、江戸への遊学を願ったが許されなかった。力之助はこのままの人生を送るには取り返しのつかないものになってしまうことを感じ、奈良家宗家を脱し、江戸を目指して家出することにした。力之助は蓮阿上人に決意を語り、適当な方向口を願い出た。蓮阿上人は、京都の歌人、大田垣蓮月に和歌を学んで、蓮阿の号を賜り、京都の遠州香後流大森家、茶道四代家元、大森宗信に、寛因宮家と有栖川宮家の茶道を学んだ人物である。力之助の決意に驚いた蓮阿上人は、やむを得ないと見て取ると、早速知り合いの上魚町の橋本治兵衛と川口善助の二人に相談した。橋本治兵衛は、秋田市の橋本家に入り婿した、力之助の祖父奈良喜一郎の弟、奈良源之助である。三人は相談の結果、豪商で奉公人に暇を見て、技芸を磨かせる家風の雄勝郡川連村の高橋、利平家を選び、七代、高橋利平への丁寧な依頼の書面をしたためた。川連村を目指した力之助は、二種の小遣い銭を使い果たしていた。途中、増田町の曹洞宗満福寺の第25世、徳王前高大和尚に会った。聞かれるままに話すと、前高大和尚は、書面の通り、和歌の勉強ならば、川連村の久保という部落に、高橋利平という、偉い方がいるからその方に相談せよとのことで、力之助は、増田町から、川連村までの 7km を歩いて、高橋利平を訪ねた。利平は、蓮阿上人らの書状を見て信用し、まずは、裏地の素材畑や養鶏などの世話をさせることにした。利平は、力之助の読書と和歌の勉学に感心し、和歌の勉強ならば江戸まで行く必要はない。隣部落の野村に、小野小町の再来と言われている、後藤逸女という和歌の大家がいるから、その方を訪ねて学べと教示した。後藤逸女は、長男誕生の3年後に、夫が亡くなり、秋田藩の江戸藩邸に出仕するも父の発病で、一切の身寄り栄達を捨てて、帰秋。2から4年後に父を亡くし、精神障害の長男と2人の孫、体の弱い母の一家5人の大黒柱として、農作業に従事することに一生を捧げ、苦しい生活にあっても、和歌を続けることに、自分の生きる喜びを見出して、生活をしている人生の達人であった。力之助は、かねてから聞いている歌人の後藤逸女がこの辺りに住んでいると聞いて飛び立つばかりに喜び、久保から野村までの4町を歩いて、どこか顔に品のある老婆を見かけ、来を述べた。力之助は、伊津女の家の中で、華道や和楽のお話を聞き、そのうんちくの深さに敬服した。伊津女は、当時49歳、講師として、貞女として、歌人として、すこぶる、高徳の老婦人であった。力之助は、伊津女が、悟りの生活に徹し、誠なるものを求めて迫らない姿を見て感動した。古い農民生活、ただ働きそして虫けらのように死んでいく儚い、運命に飽き足らなく、自分の人生を求めて、ここに逃れてきた、力之助である。貧しい老婆がこの天地の間に実に大きく、悠然として息づいている素晴らしい現実に驚いた。力之助はここで、後藤逸女と巡り合い、自らの生きる方向を、はっきりとつかむことになる。力之助は、川連村滞在中の1か年、利平の使用人となりながら、暇あるごとに、伊津女を訪れて華道に精進する。そして和歌や、和楽の話を聞いて、自らの生きる理想を確かなものとして育てていったので、ある。かくして、力之助は、後には、思うこと、言うことが直に和歌になった。力之助は、書道の指導も受け、潟上市石川沖名資料館所蔵の力之助の若き、日の和歌の書体は、伊津女の書体と同じである。この理由から、力之助はその恩子をあまりほど、深く感じたものと見えて、1890年、草木谷の堤に伊津女碑を建立している。1900年嘉宿庵への引っ越しで嘉宿庵の門前に移設。さらに、1905年、個人同文庫の前に移設。合宿案を立てて定住することにした時に草木谷から移し、さらに久し庵に住まなければいけなくなった時に、空き地がなく個人同文庫の前に移している。この一連のことから、力之助は、いつ女の石踏みを常に自分の住居近くに置き、いつ女の生き方を自分の生き方の心の支えにしたことがわかる。力之助没後の1982年以降、いつ女碑は、個人同文庫と、伊調文庫と一緒に、現在の地に移されている。歌人を志して家出した力之助は、後藤逸女の紹介で、61歳の高橋正作に会い、自らの人生の方向を決める。高橋正作は、雄勝軍曹が、崎村の肝入りで、私財を投じて、天保の大飢饉から農民を救い、地元の院内銀山を、日本一の銀山に復活させた人物である。自分は、休眠を命がけで救済する、正作翁のような農業指導者、そして実践の教えを和歌で示す歌人にもなる。休眠を救い、教えを書で示す生涯こそが、最も尊いとの志を抱いた。高橋正作は1894年92歳で、死去した。最愛の死を失った力之助は声を上げて泣いた。その後、力之助は、県内の92カ所で、高橋正作の追悼法要を行った。さらに、力之助は、川連村で、12歳年上の伊勢民義右衛門を知る。1899年元旦、力之助は、川連村の元村長の八代、高橋利平を訪れ、後藤逸女の墓を参拝している。1864年、20歳、父の飯に応じ、遊学を断念し帰る。7月宗家より離縁となり、復籍。生家で、父の農耕を助け、家業に励んだ。1865年、21歳、下、虻川の肝入りの口利きで、隣村である、南秋田郡山田村の肝入り、石川長十郎の長女子和子と結婚し、婿となる。石川家の借金を5年で返済する。1866年、22歳、名前を力之助から力之助に改める。この頃、小作米取立法を定め、雑木林と貯水池の紛争を解決する。1872年から1883年までの12年間、秋田県庁に出資する。その間、現在まで、秋田県で、毎年開催されるイベント種苗交換会を創設した。また、1880年歴間農話連を組織して秋田県の農業の土台を作った。貧農を救済したいという思いから秋田県庁を辞職。辞職後は生涯を農家経営の指導や農村経済の確立に尽くした。当時は高利で借りた借金から自作農が減少し、夜逃げする農民が頻発するようになっていた。力之助は、農民すべてが豊かになり、みんなが自作農にならない限り、この指導は成功しないのではないだろうか、と思っていた。1877年4月、秋田県は、明治の三郎農の一人、中村直蔵を招き、力之助と共に、官業吏として農業革新を図る。中村直蔵は、明治11年県を去る。1877年10月、33歳、内国官業博覧会の用務で、初めて上京。1878年9月10日から19日、第1回秋田県官業会議が、秋田市清根貝寺で開催される。由利郡平沢村役場官業係の佐藤九十郎が、農業振興のため、収穫の秋に優れた農産物を一堂に展示し、その趣旨を交換したらどうかと提案。このアイデアを当時、県庁在勤中の力之助が全面的に賛成し、即時第1回の会を開催するように、石田英吉県令に上申、実現する。11月29日から12月5日、第1回種子交換会が、秋田市八橋で開催された。したがって、正確に言えば、生みの親は、佐藤九十郎、育ての親は、石川力之助である。それがいつの間にか、力之助和とのものになったのは、まだアイデアが評価されない時代だったからか。当時の佐藤九十郎は35歳、力之助は34歳。若くて、柔軟な頭脳が新鮮な案を生み、8期連ばかりの馬力と情熱がその年のうちに、趣旨交換会を実現したと思われる。佐藤九十郎は、後に、本城町の助役を務めた。1879年、35歳、県の官業御用係として、県内4老農を推挙し、県に任命してもらう。県内4老農は、高齢の老人で、とても官業御用係として、指導の第一線に立って活躍できるような人たちではなかった。力之助が推挙した理由は、幕末からそれぞれの地に在住して、地方の農業開発のため努力してきた、この4老農の功績を検証し、体得している貴重な農業技術を、少しでも多くの農民によって継承してもらいたいからであった。力之助は、農民や農業の指導は単に技術や知識のみの伝達によって、成し得るものではないという信念を持っていた。1880年6月1日、36歳、県が中心となる会ではなく、いつでも自由に会合ができるように、農民同士、農民自身の会とするため、県内4老農、地主74名の参加を得て、民間官業団体、歴官農話連を結成。会員500名。歴官農話連は、老農の長年の経験から身につけた農業技術を教えてもらう勉強会で、1898年まで続く。1880年には、県会議員に当選している。当時の選挙法は立候補を必要としていなかった。驚いた力之助はすぐに辞職をしている。1881年3月、37歳、内国官業博覧会に、係官として上京。石川は2月15日に、内国官業博御用係となった、前田正名を知る。明治14年設立の農商務省の農商務、大助の品川弥次郎に認められ、中央官庁に出資するように進められる。しかし、秋田県の官業のために働くと誇示して、受け付けなかった。念頭にあるのは、出世ではなく、ただ、秋田県の農業のことであった。以降、品川校は、秋田県知事に転任するために挨拶に来る人々に、対して、秋田に石川という官業に、熱心な人がいるから、よろしくと伝えてくれ、と言われるようになり、石川は、歴代の知事から、その伝言を聞いている。1881年4月16日、前田正名32歳、大久保利通の姪、石原一と大久保邸で結婚。正名の親代わりは、長崎留学時代からの親しみを持って、フランスへ留学するときに先輩として、世話をした、大隈重信、媒酌人は、鹿児島同郷の先輩、松方正義夫妻であった。前田正名は、同年8月6日大蔵省大書記官、11月5日、大蔵省大書記官兼農商務省大書記官、11月8日に理事官となり、欧米領州の産業経済事情調査を海外で1年2ヶ月行う。1881年9月の明治天皇、秋田県五順校で、後藤一女と糸井茂助が宮内庁、侍従長の特大寺実常に会えるのは、石川が、前田正名へ依頼して9月初旬の五順校選抜官の審査を通ったためと考えられる。1883年、39歳、江戸時代五国秋田郡七日市村の肝入り、長崎七左衛門が表した、老農興津地産並びに、天日記と農業心益を、歴官農話連報告第2号に、全文掲載して、種苗交換会の談話会員に配布し、各地老農の研究に資した。1885年、41歳、地村の豊川村山田の戸数は25戸で、内訳は農業21戸、造業4戸である。石川は農業21戸のうち借金のある17戸を救うため、そして借金の有無に関わらず、村人が一致団結して事業に取り組むことを誓って、山田経済会を設立した。石川は収穫量を多くするため堆肥を2倍にしたり、生活費を切り詰めたり、藁製品や蚕、果物を販売して井村南秋田郡山田村の借金を7年で返済する計画を立て、5年で全額返済する。村人に朝、仕事を励行させるための午前3時の半義打ちがこの時から始まった。吹雪の朝も、元旦の朝も、3時に半義を打って、それから一軒一軒を巡回し、村人を励ました。石川は巡回した時、まだ寝ている家があっても、むやみに叱ろうとはせずに、その弱い心のために、共同作業、月例の集会、納祝いなどを行った。特別に借金が多く、耕地が少ない者には、自分の耕地や、村有地の一部を貸した。1888年陽暦9月8日、44歳、農商務大臣、井上馨の召請を受けて、妻と上京。農商務省で、郷里南秋田郡豊川村山田の農業改革の実績を発表し、経済の言葉14か条を披歴した。その中でも、寝ていて人を起こすことなかれ、は、実践休耕、率先炊飯を意味し、力之助の深い、温かな人間愛から生まれてきた、訓言である。この訓言は有名で、農業や企業経営に携わる人たちのみならず、現代人全般に向けたメッセージとして語り継がれている。農商務省での講話の一切は、農商高校法第46号付録となって1888年12月15日に刊行され、全国の関係官庁や有志に頒布された。そのため、石川の名声は、ついに全国の徳農家に知られるようになった。帰途、山梨県知事の前田正名に招かれて、甲府にて講話し、身延山に参詣。また、千葉県を視察、講話をした。なお、経済の言葉14か条は、農商高校法第46号付録12月15日の内容が、山田村経済新報記事12月18日発行で一部分が訂正されているが、今日まで、農商高校法の、経済の言葉14か条の影響を受けて記載している書物が散見される。1889年2月1日の町村制施行により、南秋田郡山田村は、南秋田郡豊川村山田となる。1889年6月、藪生長十郎が没した。1889年、45歳、山田経済会。の借金返済計画は見事に実り、計画の7年より2年、短い5年で借金の全額を返済した。世人は目を見張って奇跡に近いこの成功の秘策を尋ね、その実績と過程についての発表を求めた。1889年9月、収入がほとんどない貧農の小作実の気持ちや、実態に合った指導ではないという世論の反論を素直に受け、自ら貧農生活を実践するため、草木谷で実際に貧農の生活を経験する散居生活に入る。草木谷は力之助の称した名称で約1丁部の土地がある。ここの水田は条件の悪い7から9単部で年によって面積が異なる。力之助はこの谷間に独居して、高知の小作人となって、貧農生活を始める。当時は、自宅から山居までは、山越えが必要であったが、今は、道路が整備され、潟上市郷土文化保存伝習館から、山居跡の五寺庵までの距離は実測で 1.7km で、ある。そして、自らの主張する方法が、貧農救済に役立つということを身をもって示した。1890年。46歳、山田経済会、第2期計画を立てる。1890年、秋田県有志は、稲種の研究、農具の改良で名を成し、農家特出弁の著がある明治の三郎農の一人、奈良千人を招く。1890年、政府は予算で650万円削減したが、国庫の収入の増額を、地租の増収とした。650万円は、国費総額の5分の1にあたる。力之助はこの時、6500字の意見書を書き、具体的数値を挙げ、統計を引用し、古今、東西の事例と比較して、理路整然と、地租増収の反対を論述している。1891年、47歳、力之助は、地価修正反対委員として、沢木新吉、目黒貞治、岡田正造、佐々木圭介の書士で上京。当時の秋田県の国会議員5氏を応援し、政府に意見書として発表し、天下の公平な判断を仰いだ。反対委員は、実地調査意見書の力之助、運動者は、佐賀茂雄と、目黒貞治、会計は、沢木新吉と、北島孫吉であった。力之助らの活動が功を奏し、地価修正案は3月14日の衆議院議会において18票差で否決された。1894年9月1日の第4回衆議院議員総選挙に秋田県第1区から立候補し、落選。得票数は目黒貞治が632票、大久保哲作が531票、石川力之助は2票。石川力之助は記録上ではこの選挙に立候補したことになっている。しかしながら力之助は選挙に関わらないことを家訓にしており、力之助の資料に立候補した記録も残っていない。したがって、力之助本人の意思による立候補であったかは、今後の研究課題である。1894年11月、50歳、同志3名を伴い、東京にて、雄勝郡山田村の中島太治兵衛も一行に加わり、東京芝公園の弥生館で開催された第1回の王子大会に出席。総裁の北白川宮義久親王から日本一の老農として大日本農王会紅白受優功章を受け、閉会式に全会員を代表して答辞を述べた。前田正名の企画で、北白川宮義久親王の大命によって、農事奨励のため、九州各地の巡回公演を移植される。途中、広島大本営に転機を奉仕し、質素なる明治天皇の日常を拝見し、感激を新たにする。翌年5月まで、熊本県1市8郡の9カ所、宮崎県7郡の8カ所、鹿児島県1市7郡の9カ所、長崎県1市5郡の11カ所、福岡県15郡21カ所、大分県15カ所の九州6県の73カ所で、延べ1万370人を前に、豊川村山田の救済と草木谷の貧農生活を講演した。1895年、51歳、町村農会設立のため奔走し、南秋田郡農会長となる。さらに、県農会を設立し、初代会長となる。力之助と森川源三郎の努力によって、秋田果実組合が設立される。9月、山形市で開催された大野王子大会で講演。12月、四国各県、千葉県を巡回講演した。1896年、52歳、秋田県農会の移植を受け、県内7郡48町村の摘産町を開始する。力之助の肩から下げた袋の中には、どこで倒れても良いように、顔を覆う白布、葬儀料、届けのための戸籍謄本が入っていた。摘産庁は、現代風に言えば、地域農業の関係者が協力し、農地、施設、労働力などの農業資源の分析や、営農計画の策定、その具体的活動計画の推進の基礎になったものと考えられる。力之助は、最終日には、特功者と功労者を表彰し、感謝状を贈った。摘産庁の目的は、農業の衰退を回復し、将来の維持方法を設け、かつその実行の順序を確定するための資料を作成し、農家の本分を尽くして、公共心を養い、町村経済の基礎を強固にするためである。摘産庁の調査内容は、土地によって、気候や土質などの環境が異なるため、農村戸数、人口、土壌、気候、租税負担、土地所有、経済状況、生産状況、労働の仕方、生活習慣、農業団体、副業、村の歴史などである。南秋田郡は35町村のうち、16町村は摘産庁、19町村は途上調査のみ実施した。1902年まで7カ年の歳月を費やして、秋田県と福島県三大村の2県8郡49町村を調査し、731冊の本にまとめた。1897年の県内大凶作のため、1898年に県内60カ所を巡回し、休耕作を実施。休耕作の最重要地区である横手市山内地区は5月5日から9日の5日間実施し、山奥の三股に5月8日から9日の2日間を費やして、凶作を生き抜く策を教えて、村民を救った。休耕作実施中の1898年5月23日、草木田に三居が放火されて焼失。日誌、読み草、著書74巻、蔵書2004巻をことごとく失う。1899年5月11日、55歳、青森の第5回陸羽農事大会に出席し、前田正名に会う。人中、5月14日から17日に、小坂町の敵山町を実施した。1899年6月9日、国宝による農会法が公布され、翌年4月1日施行のため、1899年11月11日に、県農会長を辞職。1900年1月10日、56歳、公安から、後の住居の家宿庵の建築に取り掛かり、1月28日に家宿庵に移り住む。家宿は、女性の手紙の結語、かしこの音変化である。公庵を農会事務所とする。1月14日、南秋田郡農会長を自主顧問となる。4月9日、本宅と墓所の中間に果樹を植える。1901年8月9日、57歳、将軍局から農業功労者として緑地報奨に銀杯を合わせて下賜される。1901年12月19日、農商務次官で大日本農会幹事長であった前田正名に、敵山町の状況と秋田県各村の反応を述べ、南秋田郡官僚ごとのようにしたらよいかという半ば、相談の形の手紙を出す。12月25日、前田正名から、桜島の噴火で、北諸県郡山田村の谷頭地区に避難した、農民の開拓の志を起こさせてほしい旨の手紙が届く。1902年1月6日、58歳、敵山町駅員会議を開催し、前田正名からの指導出張以来の手紙について協議。前田正名に協力して、宮崎県に行くかどうか、各自、家族と相談の上、9日まで書面で返事することを約束する。1月9日、前田正名から依頼した要件の返事催促の電報あり。1月13日、前田正名に手紙を送る。1月18日、獅子次男郎之助の栄新した新年御題、梅が御前飛行に決定する。1月30日、御前飛行の祝賀歌会を開催。九州行きを決定する。2月から3月は、その準備に没頭する。九州への出発にあたって、一人100円ずつを用意。50円は往復の旅費、50円は病気などの備金として貯金する。4月1日石川地村を出発。2日、森川源三郎、佐藤誠治、伊藤仁一、伊藤与助、田中源次、伊藤英介。佐藤一太郎の同志7名と能代駅を出立し、弘前、青森駅。3日仙台。4日、東京水戸回り。5日東京の取引の書店訪問。6日水戸回りと東京で合流。7日、中島歌子に会う。8日新橋発、名古屋。9日京都。10から11日奈良県吉野見物。12日奈良見物。13日東本願寺山系、建仁寺の法上にて、国光社体下会、田中源次の妹と、佐藤誠治の嫁が7日に、病死の電報を受け取る。14から15日京都で、前田正名に会い、15日は52回及び、第2回全国実業大会の開会に出席し、平田東介農商務大臣に面謁。16日京都発、下関期、汽船で門司期、門司発夜行。17日太宰府山系、熊本期、三角、薩摩や八千夜行。18日鹿児島期。18日と19日は、前田正則に2泊。19日は終日、鹿児島市の深江義太郎の案内で、鹿児島見物。20日三時期、深江義太郎の案内で、午前7時、鹿児島国部まで汽車、それより車で午後5時、日向国北所見郡山田村あざ谷頭村の前田開墾事務所に到着。4月21日午前2時起床、午前直ちに村人60から70名に出張の趣旨を講話。指導開始、深江義太郎帰る。深江義太郎は5月9日、10月11日当地を訪問。一行8人は前田正則の事業に協力して、村づくり指導で10月1日までの6ヶ月間、滞在。日中は、地区内を巡回して、農業を指導し、夜は、宿所兼夜学校で、礼儀作法、算術、読書、作文、竹細工などを指導した。力之助らは、わずか、半年間の夜学会であったが、一行8人の、懇切丁寧な指導は、地区民の信望を集めた。九州滞在中、石川の小泉の実家の兄、奈良常助が5月8日に死亡。次いで6月20日、常助の妻女が死亡している。9月16日、石川は病気のため、付近、先祖の苦労を忘れないための記念碑、島移りの日を、観光、部落民が献碑祭を行う。石川一行は、献碑祭に出席し、参拝、祝宴は不参。ただし献碑祭と祝宴に、石川一行が、補助金1円87銭を出す。10月2日から13日、小根締村に滞在し、講話。10月14日から18日、鹿児島市に滞在し、講話。15日は、谷頭から、力之助一行についてきた、夜学生3人の父兄3人が迎えに来て、16日午前10時に、別れる。夜学生3人は、桜、原金之助、村岡慎之助、竹森茂次である。10月19日、午前7時鹿児島発車、車外見送り8名、車内は、深江義太郎らが、梶木八幡神社まで見送る。国部駅議、八幡神社参拝、午後国部村で講話。石川一行の宮崎県と鹿児島県の指導の成果を物語る資料の一部が、石川翁資料館にある。夜学会108名、貯金525人、夜学者6カ所設立、講話及び、初回36カ所、講話125回、品評会2回、書類25冊、献碑島移りの石踏み、試験伝15カ所となっている。10月31日から11月6日、福島県三台村で、敵山町を行う。11月8日に無事帰村。1903年2月2日、59歳、若野氏、中島歌子の葬儀に参列。1903年9月4日、後継者の次男郎之助が病没。墓碑は、旧暦の明治36年院7月13日卒。1905年5月9日、61歳、石川力之助は、地元の豊川村山田の人々に残すべき40条の訓ことを屏風に書いた。裏には貯金予章を貼り付けてある。屏風は豊川村山田の山田経済会を作った当時の心を忘れるなという意味を込め、終身成果の道を書き連ねた。屏風の内容は次の通りである。天地の御恩を忘するべからず。産砂神氏神を敬い。祖先のお墓を大切にすべし。父母をはじめすべて老人を大切にすべし。ただし良きものを食わせ、着する。より心に苦労をかけべからず。兄弟姉妹嫁姑の間むつましかるべし。女房の言うことを、みだりによう言うべからず。子孫の愛に溺れて、わがままさすべからず。父母なき子、夫婦に遅れし老人、方は、病人は恵むべし。みだりに生物を殺すべからず。廃れたるものは、人も器物も、なるべく用ゆべし。村中は、ことにむつまじくすべし。正直と礼を正しくすべし。自ら働きて人を使うべし。人の上はゆるべからず。万事、堪忍すべし。難儀なることは自分にして、安きことは人に譲るべし。人よりやだされたらば、恩にて返すべし。物知りがおすべからず。予算を立て、へっついを持つべし。朝寝、夜更かしすべからず。遊芸を学ぶべからず。暇あらば学問すべし。無人を立てべからず。加入すべからず。利益ありとて、家業の外のことすべからず。加算は、祖先のものなり。人の保証となるべからず。うま口労すべからず。大酒飲むべからず。爆益はもちろん賭け事すべからず。タバコ飲むべからず。流行に入るべからず。深く料理を好むべからず。地形の境を正しくすべし。山林を大切にすべし。貯金。左上、備えと怠るべからず。備えは貸すべからず。たびたび取り変わるべからず。組合及び村中の者へ必ず貸すべからず。この屏風を用いる婚礼と葬式は、人のかまどに、おごりの入るときなり。慎むべし。控訴はもちろん、他に納むべきものは窮するほど即にすべし。経済界は同じことにても、相談の上すべし。このこと。一心に行わざれば身収まらず、一家に行わざれば、家水有、一村に行わざれば、村乱る。慎むべし。明治38年5月9日、小直庵、石川力之助記す1905年5月9日、同日、伊藤仁一は、石川力之助の屏風をもとに、部落貸出用の屏風を作っている。両方の屏風を比較すると、伊藤仁一は、石川の屏風をそのまま写さず、少々アレンジしたことがわかる。1905年6月27日、61歳、石川は、吉祥屏風を、部落民に披露する。同日、個人同文庫の前に2月5日に草木谷から移して、来ていた、後藤逸女の歌碑を建てる。1905年、自ら棺及び墓碑を用意しつつ、世のために奔走。1907年、63歳、お歌所長高崎昌風の古希寿宴に、地方参加人として招かれる。1908年、64歳、東宮殿下秋田行家に祭祀領事及び、御菓子を賜る。1908年と1911年には、東北華道大会を秋田で開催。当時のお歌所長の高崎昌風を2回までも招待して華道の普及に尽力される。地方人にして栄進し、御菓子品をいただいたのは一数の光栄であった。1908年、有栖川宮家10代、竹人親王の皇妃殿下より力之助に栄進の内命があったので、山賊が死に捧げる隅田原口ばかりこそ良きよなりけれの和歌一首を立てまつる。1910年、66歳、山田の村民が、八幡神社の祭典に力之助の木像を祠に、納めた。末永く、村を見守っても浦う意味で、いわゆる生死とは異なるものであった。1910年、66歳、秋田県米国検査所生産米検査部長を拝命。1911年、皇妃殿下は、手箱と菊門系短冊箱の御菓子品に添えて、世の中の人の眠りも覚ますべし天に近ひてつく鐘の音は、の和歌一首を贈られた。1912年4月10日、68歳、住まい近くの茶畑に、木庵を建てる。後に、本木庵と命名する。現在の茶畑文庫である。1912年、畑豊助秋田県知事から懇望されて、秋田県仙北郡西仙北町強首村旧正殿の農民を救済、更生指導した。同年、森正孝新潟県知事に招かれて、新潟県で講話。1913年、69歳、宮城県知事に就任した、森正孝に招かれて、宮城県で講話。1914年、70歳、福島県、宮城県、岩手県に、出張講話する。8月17日、妻氏、和子病没。墓標は、前田正名の書で、石川力之助法師はこの墓大正3年7月17日卒、で一致しない。宮城県登米郡の半田茂内郡長の学校教育の振興に力を注ぐ姿勢に共感。繁田郡長の召請を受けて、1914年10月6日、広大な水田となった中田沼の開墾地を訪問。感慨の和歌一首を詠む。中田沼の開田を見て底深き、中田の沼も、田となりて、今は、稲穂の波の溝立つ。この和歌の石踏みが、登米市中田町の大泉養水機場にある。中田沼は、天和年間新田開発のため堤防を築いて、作られた、人工沼。面積は582ヘクタールで、東京ドームの124個分の面積。1907から1912年にかけて、登米郡の事業として干拓が行われて、水田となっている。1914年10月20日、畑戸与助秋田県知事、郡長ら数十名の参列のもと、平鹿郡角間川町木内、布更支部落の救済事業を開始。角間川の中村義太郎宅を事務所兼住居とする。12月30日、木内に指導助手と考えていた、小野岡義民が引っ越しする。1915年、71歳、北秋田郡有郷町の菊池長三郎が、石川力之助百歌集を創訂する。同年8月5日、小涌村旧正殿指導第一期完了。同年8月17日、この日から床に伏す。亡くなる2日前の9月6日に、秋田県知事の坂本三郎に報書を書く。報書は、言葉が美で実践に欠ける、公務員を嫌うことを示している。力之助の門人、伊藤仁一自筆の日記、報書坂本公、力之助の門人、佐藤誠治自筆の記録、報書、坂本公、研究者、川上富蔵の記載、報書坂本公へ、伊藤仁一。佐藤誠治、川上富蔵の、報書の比較時世の歌は次の通りである。1915年9月8日午前9時40分永民、享年71。法名は、天音聖院殿実前密庫大古寺。9月9日午後10時電報で、農事改良の功労者として、17位追贈。1915年9月10日正午より葬儀が、挙行され、石川の主たる連夜商人の分骨碑の真向かいに埋葬し、記念として銀杏一本を傍らに植えられた。1916年から1995年の史実は、石川力之助を生誕150年記念誌の55ページから84ページに詳しく記されている。1918年9月8日、秋田市八橋の日吉八幡神社に、石川翁名碑が建立される。碑文は、前田正名の千波書。三浦亀友国。1920年、石川の子孫と門人と、地域住民が、石川会を結成する。1921年8月28日、石川の七回忌を記念すべく、直安歌会の発起のもとに広く歌友の出演を得て、歌碑、磨くその力によりて河原とも玉ともなるは、心なりけりが建立される。三浦亀友国。1936年、南秋田郡教育会と南秋田郡、小学校長会により、力之助の業績を称える、石川翁名三挙の後記念碑の除幕式が、南秋田郡豊川村山田草木谷で盛大に開催された。1937年初秋。石川力之助百歌集が、林県から秋田県立図書館にもたらされ、譲渡の交渉が始まる。1947年8月12日、昭和天皇が、南秋田郡昭和町の展望台で、石川力之助に関する説明を聞いた。石川の遺跡陳列場では、いちいち遺跡品に手を触れつつ、特に石川の、寝ていて人を起こすことなかれ、の書にはひとしお興味深げに目を留め、石川の孫にあたる石川太郎には、祖父の志を継いでしっかりやってね、と言葉をかけた。1957年、財団法人石川翁名遺跡保存会が設立された。1964年、石川力之助翁50年祭が昭和町で開催された。1991年、石川力之助翁明会が設立された。1996年12月8日、宮崎県都城市民は、石川の功績を称えるため、JR 九州キット線、谷頭駅前に胸像を建立。2004年5月1日、石川翁顕彰会が、石川翁顕彰会開放復刻版、第39号創刊号を発行。2004年10月13日、石川翁顕彰会が、歌集、歌袋、石川翁顕彰短歌大会10周年記念誌を発行する。2007年6月23日から8月5日、秋田県立博物館が、秋田の尖閣記念室企画コーナー展、歌人、後藤逸女赤に生きた生涯から、を開催。2008年1月18日、福田康夫首相は、施政方針演説の結びで、心の定義6ページ記載の石川力之助翁の名言、井戸を掘るなら水の湧くまで掘れを引用して、井戸を掘るなら水が湧くまで掘れと自身の決意を表明した。2009年、瀬野口靖子が、明治35年の石川一行8人の宮崎県中霧島村谷頭地区の村づくり様子の伝記を出版。2011年、都城市民40名が、山田のかかし小劇団を結成。石川ら一行8人が身をもって示した勤労や、倹約の姿勢、ボランティア精神を伝える。2014年1月18日から3月20日、平成25年文化庁劇場、音楽等活性化事業わらび座ミュージカル、石川力之助物語力之助、走る。が、田沢湖芸術村小劇場で開催。公演回数59回。わらび座63年の歴史の中で小劇場、最高の入場者数8150名を達成した。2014年、潟上市と宮崎県都城市山田町地区の住民や教育関係者で作る山田地域づくり推進協議会が教育交流事業を開始。2014年11月16日、後藤逸女研究家の小林忠道が、後藤逸女生誕200年記念、石川力之助没後100年記念秋田県立図書館、所蔵、秋田県公文書館所蔵、後藤逸女、石川力之助、釈蓮和、佐竹義厚、甲、蓮月に、菅江真澄の書を読み解くを発刊。2015年6月、都城市の山田のかかし小劇団が来襲。山田のかかし小劇団は、潟上市大豊小学校、秋田県立博物館、秋田グリーンサムの森で、都城市の農民を救った演劇、石川力之助翁物語を映像も交えて公演。2015年6月18日の衆議院予算委員会の質疑で、秋田3区の衆議院議員、村岡俊秀は、安倍晋三内閣総理大臣と麻生太郎副総理に、農業の大改革に向けての必要な精神として、石川力之助翁は500里離れた人々にも、500年後に生まれる人々にも聞こえるように掛け板を打ち鳴らしている、というシーンに、人の心を打つエピソードを紹介し、寝ていて人を起こすことなかれ、の訓ことを説明した。2015年6月20日、NPO 法人秋田グリーンサムクラブが、改革者たちの奇跡チーム、石川力之助が現代に残したものを発刊。同日、後藤逸女&石川力之助研究家の小林忠道が、秋田県立図書館所蔵日本人の心定本、石川力之助100歌集を発刊。2015年7月、潟上市の潟上の地域資源を探る会が、農事指導者、石川力之助と地元の指導者、菅原源八の名言や短歌を集めた、日めくりカレンダーを発刊。2015年9月12日、小林忠道が、秋田県立図書館所蔵日本人の心定本、石川力之助100歌集増補改訂版を発刊。同日、潟上市の石川翁顕彰会が、石川力之助翁生誕170年、没後100年記念事業記念講演会を、潟上市昭和公民館で開催。2015年9月26日から11月30日まで、秋田県立博物館が、生誕170年没後100年力之助と、さだなおの生の底に流れるものを開催。2015年10月10日から12月13日まで、横手市立平鹿図書館が、石川力之助展を開催。同館所蔵の貴重書、林檎品定めの石川力之助著を展示した。2015年10月22日から11月8日まで、秋田県立図書館が、生誕170年没後100年秋田の尖閣、石川力之助展を開催。貴重資料17点を展示した。2015年11月3日、潟上市教育委員会が、石川力之助の偉業を市内外に広く知ってもらうことと地域力の向上を目指して、第8回、石川力之助王検定を昭和公民館で開催。2015年11月7日、石川翁顕彰会が、和歌を詠んだ、石川力之助にちなんだ、第21回石川翁顕彰短歌大会を、昭和公民館で開催。2015年11月11日から2日間、秋田県潟上市の石川翁顕彰会26名が、都城市山田町を訪問。山田のかかし小劇団の案内で、1902年に石川力之助らが建立した島移りの日、1996年に都城市民が石川力之助の功績を称えるために建立された石川力之助王鏡像などを見学。2016年1月7日から3日間、秋田県潟上市の天皇南、羽城の3中学校の1、2年生4名ずつ12名。教員らの計20名が、都城市山田町を訪問。2016年2月4日から2日間、県教育委員会などの主催で、第30回秋田県教育研究発表会を、潟上市の県総合教育センターで開催。2016年3月19日、石川力之助を題材にした演劇、掛板の音、オマージュトゥーリッキーマイナスが、潟上市、昭和の羽城中学校視聴覚ホールで上演された。2016年3月30日、文化庁、芸術による地域活性化、国際発信推進事業の助成を得て、秋田市中心街エリア中1のにぎわい交流館、多目的ホールを会場とする劇団わらび座によるミュージカル、新、力之助、走る。のロングラン公演が決定したとの制作発表記者会見が秋田商工会議所で行われた。上演は2016年11月6日から2017年2月26日、計125回の予定。実行委員会の構成は秋田県、秋田市、秋田県教育委員会、秋田市教育委員会、秋田功信奉社、JA 秋田中央会、秋田商工会議所の7社。2016年5月20日、秋田県最大の農業イベントである、第139回秋田県種苗交換会が2016年10月29日から11月4日までの7日間、湯沢市で開催されることが決まった。湯沢市での開催は2007年以来9年ぶり、通算12回目。石川力之助は、湯沢市の偉人として、秋田県四郎能の高橋正作と、糸井茂助、力之助の和歌の師である、後藤逸女の功績を顕彰している。秋田市金足市の旧奈良家住宅前の道路際に、生誕の地を示す大きな石碑、百年碑、石川力之助誕生の地が立っている。秋田県潟上市昭和豊川山田坂の上64に、潟上市郷土文化保存伝習館がある。近隣には、晩年の住居であった直庵を中心に、茶畑文庫、美香荘、梅の社、古人堂文庫、伊調文庫、三井文庫、石川会館などがある。また、山あいの草木谷に、石川力之助が、貧農生活を実践した散居跡があり、ご事案が復元されている。潟上市郷土文化保存伝習館は、郷土の先覚者である、石川力之助の、数多くの遺著、遺構、収集文書などの保存と公開を行い、次世代を担う、人々の育成と地域文化の発展を目的として、1981年7月に石川力之助王遺跡地の中に設置された。石川力之助王遺跡地は、秋田県が石川ゆかりの建造物と著書、遺品などを保存して、石川の思想、生活、業績をそのままの姿で後世に伝えるために、1964年4月16日に、県史跡に指定したもので、潟上市昭和豊川山田坂の上と、一の坪の2カ所からなっている。石川力之助王遺跡地の敷地にはいくつかの建造物が現存しており、石川の思想と行動を明らかにするためにも、遺跡地の詳細を紹介する。力之助は、明治20年43歳自作の日配版に自らを12代と書きつけている。川上富蔵は、石川力之助王研究周囲遺跡地は語る134ページで、初代石川大学、二代大学、三代大学、消失して、不明、久右衛門、長十郎、久右衛門とした。筑波大学助教授の佐藤恒夫は、日本農書全集第63巻451ページに、次のように記している。佐藤恒夫は、力之助を13代と位置づけている。先代の石川正蔵が、石川力之助王生誕150年記念誌5ページに、曽祖父の生誕150年に思う石川家16代、当主、石川正蔵と題して、曽祖父、力之助の決意と遺跡地のことを記している。したがって、14代太郎之助、15代太郎、16代、正蔵、当代17代貴公となる。石川は、生涯にわたり、多くの名言や格言を残している。代表的なものが、1888年、井上馨農商務大臣の召請を受けて上京し、郷里の農業改革の実績を報告した際に、披歴した14か条の信条、すなわち、経済の言葉、である。この訓ことは、農業や企業経営に携わる人たちのみならず、現代人全般に向けたメッセージとして、語り継がれている。その中でも、寝ていて人を起こすことなかれ、の訓ことは、実践休耕。率先炊飯を意味し、石川の深い、温かな人間愛から生まれてきたもので、石川の遺訓として著名である。なお、石川の自筆は必ず、ぬていて、で、寝ていて、ではない。理由は、漢文の同訓維持において、ぬていて、は寝入っていて、寝ていて、は寝床で横になっていてを示すからである。経済の言葉14か条、石川力之助百歌集は、種苗交換会の育ての親である、秋田県の農事功労者として、さらには、歌人として名高い石川力之助が、最晩年の大正4年に、自身の読み草25万から30万種の中から100種を、自選し、色紙台の紙に1種ずつ100種書いたものである。巻頭には、山田石川家の写真と、石川の晩年の写真を貼り付け、仏教哲学者の井上円了の監視の、その妙入心、その技驚き機の賛を添え、俳人の瀬川路上の俳句、画家の渡辺忠堂の絵が加えられている。折りたたみ手本形式で2冊に分けて表具してあり、誠に立派なものである。石川力之助百歌集は、和歌の門人の菊池長三郎に揮号した百教訓歌集である。山形県生まれの菊池長三郎は、壮年の頃、秋田県北秋田郡兄郷町に居住し、写真業の傍ら石川に和歌を学んだ。菊池長三郎は、昭和初年頃に世を去り、百歌集帳は、女性坊の譲られるところとなった。その後、昭和12年初秋に、隣県から、秋田県立図書館にもたらされた百歌集帳をめぐり、譲渡の交渉が始まった。これを、県内に留め置けないならば、石川に対し全く申し訳の立たないことであったが、当時としては、非常に高価だったため、初めは虚しく手をこまねくほかなかったようである。幸い、昭和6年から9年種苗交換会の会頭で、前、秋田県農会長であり、秋田県仙北郡内大友村長でもあった、佐藤一郎の多大の講師により、昭和13年4月秋田県立図書館に寄贈され、永久保存される運びとなった。昭和20年6月27日には、第二次世界大戦の空襲による焼失を防ぐため、その3年前の昭和17年に設置されていた石川文庫への疎開が行われた。原本の下題は石川正房の序百歌集で木が木になっている。崩し字の原文は小林忠道、秋田県立図書館所蔵日本人の心定本、石川力之助百歌集増補改訂版に記されている。上田正明補可監修。三省堂編集初編、コンサイス日本人名辞典第5版三省堂、2009年、97ページ。連亜商人、1797年から1870年9月19日、横寿74。秋田市西善寺、第18世、静江の次男。総名、聖あり。字、与前。別号、聖主権。1815年19歳で上京し、高倉学寮に入って、仏法を学ぶ。秋田吹きすりを創始。石川家墓所に、連亜商人の分骨碑がある。晩年は境内に、大竹脱ぎ庵を結んで独居し、仏法を説き、歌を教える、悠々自適の余生を送り、村井正直、吉川忠之と共に、秋田三大歌人と仰がれた。大竹脱ぎは、大竹もクヌギも用途の少ない木であるところから役に立たない木。転じて役に立たない人。また自分をへりくだって言う語。安倍総治、小林忠道、茶道玉川遠州流への招待、高橋利平家は漆器の製造販売、染屋、三種の製造業、酒屋、木綿商を営み、使用人が100人もいる豪商の大家。取引先は、南は、備中京都大阪江戸から、北は、正木に及んでいる。また、藩主の許可を受けて1830年に、川連漆器の色彩の原料を京都から仕入れている。1834年には、永代名字をさらに1843年には、永代立脇を許されたほか、藩から、佐賀恵屋の屋号を授けられている。1859年には、種を取引する種座出張所の開設を江戸幕府から許された。これは、幕府の専売制であった種座特権を獲得し、これにより、公儀御用として、乗馬で諸国を往来できたという。これらはすべて、秋田人、明大辞典と秋田大百科事典に名を留めている六代、高橋利平の時のことで、1836年から、肝入りを務めた。県内各地の著名商家の後継者たちが利平を慕って見習い奉公に来ていたことも記録に残されている。六代利平は1862年の大火で焼死。秋田人、明大辞典と秋田大百科事典で六代利平の没年を明治3年とするのは誤り、明治3年は七代利平の没年である。七代利平が家を継ぎ、終生肝入りを務めた。そして、六代利平と七代利平は、歌人の後藤逸女の手厚い支援者であった。稲川町史資料編第4集232ページ、伊藤栄之助、土の偉人草書石川力之助、後藤逸女、1815年2月1日から1883年5月29日、享年69から70。本名はいつ、戸籍は1。幕末明治期の秋田県四方の女流歌人。現在の湯沢市川連町和座、野村の生まれ。柴田義助に手習いし、井上武兵衛に蒔絵を習って、読み書きを覚えた。16歳で結婚して17歳で、和子、虎吉を得たが夫と死別。10代秋田藩主の佐竹義敦に、和歌創作の才能を認められ、大仙高校、吉川忠之、荒川秀隆、村井正直、釈連夜に和歌と国文を学んだ。20代で秋田藩邸に出入りして、側室と侍女に所望されて、短冊や扇に歌を書く。さらに、江戸藩邸に食客として招かれ、奥女中に和歌を教え、国学者の北村利文と松下大海と壁会に国文を学んだ。作品は、人よ20種詠草、逸女詩新筆、藻塩総称、鳥年読み草、糸除花集など多い。掛け軸、色紙、短冊、線面なども各所に多数残っていて、いずれも美術品として扱われている。乙女逝去3年後の1886年10月、乙女の装飾費、交付費が、元岩崎藩主の佐竹義や知人、教え子たちの巨金で建てられた。碑印には4字と58人の巨金者の住所と名前が刻されており、このうち8人の巨金は、力之助らの巨金である。力之助は人道を考えて、石踏みに名前を刻さないようにと申されたことから、碑印には、外8人、と刻されている。日々の右側には、老後の生きがいを詠んだ乙女の代表作の和歌、追いにける、身の浮き節は忘れられてめずる千歳の庭の赤竹が刻まれている。交付碑は、生家斜め向かいの龍泉寺境内にあり、もともとは、大正末期県道改修のため15メートルほど南に離れた T 字路にあったものである。秋田県警察本部教養課、ふるさとの人秋田に生まれた尖閣者たち、瀬田右衛門は、1855年に、浅前の伊勢田平、守の養子となり、伊勢田右衛門と改名して、浅前の神社と公園の整備に尽力して1888年に、蘭寿褒章を受ける。さらに、明治22年4月、後藤乙女7回忌に、浅前八幡神社に、歌碑、行幸あらばまたも登らん類なき功にかかる天の、架け橋、を建立。60歳となった1892年10月に、明治天皇、春香拝殿を建設、社会事業浅前観音校を設立した、大人物である。陽拝殿ご遷座祭式を1893年4月29日から3日間、挙行。本殿は設外でないが、拝殿とご神体は日本で唯一現存する。伊勢種盛の事績の11ページに、3日間の参拝者は7万4人、主食したる人は8204人、祭典の費用は1504円、と記されている。この盛大な祭典への礼状、伊勢種主殿宛東園寺住所館が、伊勢田右衛門家に現存する。当時の平賀郡の人口は8万1000人。86% の人が参拝した規模。祭典の費用の1500円は現在レートで3000万円に相当する。明治40年2月15日に没した中猫の石踏みを建立している。伊勢田右衛門は、同郷の後藤一条援助し、乙女の息子虎吉が川面から浅前までの片道 16km を往復して、毎月の生活費を受け取っていた。石川力之助は、1901年7月11日、1910年10月30日、浅前を訪問した際に、伊勢大野衛門の別荘横島坊湾で会っている。石川王日記、国記圏内四老能は、生年順に、高橋正作、長谷川健三、岩沢太治平、糸井茂助である。明治政府の大上官制で、今日は、大臣、大助は次官である。この出来事は、天下の老能、石川力之助は、略譜が、明治8年で本文が、明治9年、伊治に石川翁の事業と原稿は、明治10年、石川力之助人と生涯は、明治14年としている。農商務省は、明治14年の設立であるから、この出来事は、明治14年が正しい。曽田治、前田正那、後藤一女は9月初旬に書いた、古今和歌集の小野小町の歌に関する和歌の書によって、才能を認められる。9月19日、角間川村の歌人、北島松子の子である、北島駅子女宅で開催された。徳大寺実常公の和歌の講話に招かれた。糸井茂助は、9月22日朝、院内安在所にて、松方正義内務卿と、大木高藤元老院議長らの列席のもと、徳大寺実常より、多年の官能五箇章のお言葉を賜り、ご発令間もなき際とて、特に御門内において、社歌放送を許された。老能大木土さん並びに、天日記は二つの部分からなり、前半の、老能大木土さんは、農業技術を記し、後半の桶土産店日記は1755年と1783年の2度の飢饉を体験しおやさと肝入りとして救済に奔走して見聞したことと感じたことを記している。労農大木土さん並びに天日記はその後秋田労農総省第4巻秋田県市資料近世編上長木清治編うずもれていた郷土の記録第3集日本農書全集第1巻にそれぞれ報告された。農業心得記は秋田県市資料近世編上田口正一郎編資料近世秋田の農書、日本農書全集第36巻にそれぞれ、報告された。歴官農話連報告は、石川力之助が主掌して組織した、農事研究団体、歴官農話連の機関紙である。また、石川力之助は、休耕食料研究において、特に、長崎七左衛門が試作した羊羹冷えを取り上げ、長崎市の著書によりて有益なる。林を発見したるなりと高く評価している。こうして、長崎七左衛門の農事研究は、明治期の秋田県の労農たちに受け継がれた。天下の労農、石川力之助167ページ、山田経済会、か、山田村経済会の名称は、混在して使用されている。石川は、山田経済会のみを使用し、物証は、石川力之助を資料館にある。山田経済会表彰版などがある。一方、山田村経済会の最初の使用は、石川没後翌年に発刊された、天下の労農、石川力之助で、以降、石川力之助翁の、業績山田村経済新報記事の端書きでも、使用されている。1889年2月1日の町村制施行により、南秋田郡山田村は、南秋田郡豊川村山田となったことが、石川の手控え帳を記載した、川上富蔵著、山田経済会、その指導者の172ページに記されている。なお、石川力之助編集、林檎品定めの奥付けにおいて、石川の住所は、1893年7月は、秋田県南秋田郡山田村。1894年10月は、秋田県南秋田郡豊川村山田4番地。1896年11月は、秋田県南秋田郡山田村となっており、村名の変更が浸透していないことがわかる。奈良線には、明治25年5月仙北郡下神ヶ村で永民、享年71。大仙市長福寺の奈良線2の墓と、佐々木用の右衛門ら53名の名を刻した、労農奈良線に王建筆昭和3年建立がある。墓誌は、現地調査で次のように刻され、享年73となっている。労農奈良線2の墓訓銘線に奈良市、佐抜国三木郡、池戸村人朝やいのおじみ商家よも、明治23年5月来秋田県宮家立村佐々木、多右衛門の家も、そのところ稽古名から両党主派、市2年下、修修益24年受験朝食派、市40種、稲又はじめウェル干渉皆、郵政赤明年増設、支配面印馬海農団海軍民旧前潜伏、その説朝廷徳玉物直上緑樹法少将の、明治25年5月4日病没年73、おしなり男、栄太郎周遺骨帰国賢人、池田孫一佐々木多右衛門の当愛はかりごと、立石よも、旧式古記その事実も告げ来社明治25年6月4日、秋田県修税調整7位、高畑千畝線。石川翁公園全集95ページに、石川翁は、明治37年の公園で、間に尊き人は、村にありても尊く、国にありても尊きものなり。国にいてな高き人も、その古軍。そのこりにおいては誰もこれを知らぬものあり。日本の三労農、奈良線にという人は国をいでては、なたかかりしも、郷里にありては、その名も知らぬものをし、と語っている。国史大辞典、吉川博文館、日向の国の6ヶ月、石川力之助一行の谷頭指導40ページ、日向の国の6ヶ月、石川力之助一行の谷頭指導半田うない、通称は、うない、いみなは、森保つ、字は、古領、号は、蘭領。佐沼に生まれ、中村築慶らに学んだ。1875年、ギリシャ正教に入信、教会員が、幹部の商社広道社で、活躍、社の倒産を機に管理となった。宮城県属、渡郡長を経て、登米郡長を15年間務めた。教育の振興に力を注ぎ、佐沼中学校の誘致、実家高等女学校への昇格に尽力した。登米郡司を編纂し、佐沼町長も務めた。官報第934号、大正4年9月11日、P202、新、力之助、走る。政策発表記者会見、第139回秋田県種苗交換会湯沢市、共産会設立総会を開催。川上富蔵、石川力之助を研究周囲遺跡地は語る。-121から122ページ。ありがとうございます。